池上明と増田ユリやの YouTube 学園さあ今日はですねお二人が世界で見てこられた日本の ODA についてそもそも ODA って何なのかというところから詳しく教えていただきたいと思いますまずは ODA 初心者の方も気になっているであろうこんな話題からいきましょうそもそもなぜ日本は ODA を行っているの まあ、ODA とは政府が開発途上国や地域の開発のために資金や技術の提供などさまざまな支援をすることということなんですがなぜこんなことをしているのか、はい、ではまず一番の国際社会の中で日本の信頼度を高めているという。 ここちらの写真を解説ししていただきましょう。うん、これあの、ボスニア・ヘルツェゴミナで走っているバスだということなんですが、はい、これモスタルという世界遺産にもなっている街を走っているものだと思うんですね。での私がもう15年も前になるんですがこのボスニア・ヘルツェゴミナの首都のサラエボという街に行ったにあに。あの 年齢が私より上ぐらいの方は冬季のオリンピックが開かれた後町として、ね、有名なところですけれどもそこに15年ほど前に行った時にはこんなに綺麗なバスではなくてもう本当にあの何年も何十年も使ったようなちょっと錆びたようなバスが走っていたんですがそこにあの日の丸とちょっとうっすらこう文字が書いてあってあこれ日本の支援でこのバスが走っているんだということが分かったんですね。ええ、でそそのののボスニアととというとこころろは内内があったところでその内線の 復興という意味もあって池上さん日本からの支援というのもかなり入り入ましたよよねねそうですよ、ね、あの東西冷戦時代ってもう随分前の話ですけどユーゴスラビアって国だったんですよね。えー、でユーゴスラビアの中で内戦状態になってしまって、うん、クロアチアとかスロベニアとかを次々に独立をする戦争になってとりわけボスニア・ヘルツェゴビナの中でこれがもう本当にあのあの悲惨な内戦状態になり。 町がすっっかり荒廃してしてまった、はい、でようやくまあ和平が実現した後町づくりに少しでも日本が協力できればという形でこういうバスを例えばプレゼントしたんですよね。へ<ー>あるいはこの、ね、パレ私がパレスチナに行くとですね、はい、パレスチナのところに実はこう病院があってね、はい、病院のところに日の丸があるわけですよ。なん、うん、あれだろうって思ってて思みるとですね、はい これは日本の人々の援助で作られましたってちゃんと書いてあるんですよね。<ー>アラビア語や英語で書いてあって、つまりここの病院を利用するパレスチナの人たちはここ入るたびにあこの病院は日本の援助で。 日本の人たちの援助で作られたんだってことが分かっていただけるんです、ね、ん結果的にパレスチナの人たち非常に親日になるというやっぱり日本の地位を、ね、高めるという役割が果たしてますよね、はい、では続いて2番日本企業の海外進出の足がかりとなっているこれについてはどういうことなんでしょうか。 サプライチェーンっててよく経済の言葉で出てきますサプライチェーン、はい、つまり例えば日本の企業にしてもですね海外でまあいろんな会社のとま提携してるわけですよね、はい、あの海外の会社が作ったさまざまな原材料というものを日本の企業が輸入したり。 するわけですよね、はい、日本の援助によってそれぞれのさまざまな国のところで例えば港が整備されたりとかですね道路が整備されたりするとそこの、えー、ところのさまざまな事業と日本の企業が提携しやすくなるんですねやっぱり日本ってあの世界の中で世界中からさまざまなものを輸入してますでしょ、はい、でそういうさまざまなものを輸入するときに輸入がしやすいように あるいは日本の企業がそこに進出しやすいようにそれぞれのインフラを整備するという形で日本が支援をしてるんですよね。これを見ますと、はい、やっぱりあのアジアの地域が中心ということになりますか池上さん。やっぱりそうでですすねねアアジア地域が多いですよ、ね、でもともとあの、まあ、第二次世界大戦の後日本があの、まあ、戦争が終わった後とですね 戦争でアジアの国々に迷惑をかけてしまった、ええ、まあその謝罪の意味を含めて支援を始めた、ええ、で結果的にそれでアジアの国々がどんどん発展するようになった、ええ、じゃあ今度は日本がおっぱりえあるいは中東だったりアフリカに進出する上でそちらでいろんなものを整備すると結局は日本のプラスにもなるなという形で結果的に 途上国全部で広がっていくってことになりましたね。はい。そして選択肢の三番日本人が大好きな食材の加福に役立っている、はい、ということもありました。<laughs> ではちょっと写真を見てみましょう。あこれは何かの量ですか？私の大好きなタコですね。タコですか？はい、えー、え。えなんでわかるんですかこれ見て？いやいや。さっき打ち合わせをしてた。ト <laughs> 打ち合わせをしたんで、何が出るんだろうって分かってるだけで、これだけでわかるわけないですよね。はい、<laughs> はい、池上さんにだけタコが見えてるわけでもない。そうですね、タコですね、はい、タコで、ね、あのスーパーなどに買いに行くと、私前から気になってたんですけれども。はい、えっと、モーリシャスとか、なんかモロッコとか、モーリタニアとか、モロッコとか。あの自分があまり馴染みのないところの国が、あのシールに書いてあって。あのもちろんね、日本の証だコなんていうのもたまには売ってるんですけれども。ええ あれどこから来てるんだろう。そしてこの水産物をね運んでくるのにどれだけ時間かかるんだろうとか、まあいろんなことをこうスーパーのねそんなあのシールを見るだけでも考える機会がありますね。はい、うんうんうん。まあ日本の輸入するタコの約4割をモーリタニアから、そして2、3割モロッコから輸入しているということなんです。ねこれ見るとびっくりするでしょう。う岡山県の玉野の造船所で作られた船が これがこうモロッコに送られて、でここでタコを取って、それがこう私たちが食べることができるわけですもんね。<ー>うん、本当に食生活が豊かになるっていうのはこういう背景があるということですよね。うんうん、では次の問題に、えー、行きたいと思います。えー、日本国内で ODA と。 深く関わりがあるものとしてここんんなものものあるんですはいこれね鉄道オタクの人、てっちゃんや徹子にはこうよくわかる話ですけどあの東海道新幹線と一番最初のゼロ系というやつですねうんあの通称、団子っ腹というわけですね、はい、今も先がわーっとこう伸びてますけど、はい、最初のほらこれだったんですね、これ1964年東京オリンピックの開会式の直前に開通したへ。 これ海外の支援によって実は作られたということはです世界銀行がこの建設のお金を貸してくれたんですよ。えー、であるいは黒部第四ダムというのもこれ私は小学校の頃ね日本がこんなすごいダムを作ってるんだって学校で勉強したんですけどあるいは東海道新幹線、東名・名神高速道路。これ 日本が全部世界銀行からお金を借りてそれでで作ったんですよね、はい、日本は本当に貧しかったもんだからこういうの作りたいけどお金がないそこで世界銀行から借りてこれを作った、はい、そしてようやくこれが返済し終わったというので実は東京駅にねこの東海道新幹線は世界銀行の融資で建設できましたってちゃんと書いてあるんではなぜ ODA を行っているのか。 分かったところで次の話題に移りましょう続いて池上さん増田さんに伺うのはこちらの話題です <music> 日本の ODA ってどんなことをしているの、ね、ここまでも日本はなぜ ODA を行っているのかということを通していくつかの事例を教えていただきましたがまだまだ日本の ODA によって世界に生み出されたものがたくさんあるんですよねはい なぜ O D A で母子手帳を普及させることになったんでしょうか。これね、こう日本だと母子手帳当たり前でしょ。はい。ね、でこれね実は世界では当たり前じゃないんですよ。つまりあの母親と子供の両方の健康を見ていこう、えー、あるいはこ妊娠した段階でこう、えー、まあ健康を見ていこうということつまり継続的ですよね。うん、まあそもそも妊娠した時から始まってそれから子供が生まれたそれかその後どのように育てていくか。 という日本のこの母子手帳って、実は世界にこう自慢できる誇るべきものなんですよね。そうですね。あの例えばですから、あの海外から日本にやってきてまあ、移民してきた方などが妊娠したりすると母子手帳をもらうわけですね。で、その時にあの日本と自分の国と。例えば海月魚の数え方が違うで本当だったり、臨月なのにまだ9ヶ月です。って、本人が言った時にあれどっちだったかな。なんていうことにもなるわけなんですね。まあ、そうした時にきちっと記録。をつ けてであの危険のないように母にも子にも危険のないように、うん、それからあの生まれた後の健康もちゃんとこうやって見ていくというそういう習慣がやはり日本はちっと根付いている国だということですよね。うんうん、なるほど、うん。だから日本は赤ちゃんが生まれる前から母親の健康を見るわけですよね。はいえー、これが途上国だったりすると生まれた後からはまあ見ることはあっても、うん、あるいはそれをちゃんとした継続的な記録をつけるっていうことがないっていうところが結構あるんですよね。えー なのでいやいやこういうものがあるんですよというのをそれぞれの国ごとに母子手帳を まあ、えー、つく作るお手伝いを実は日本がしてるんですね。えそしてこれ以外にも増田さんが海外を訪れた中で触れた日本の ODA 印象的なものがあったと伺いました。はいコロナ禍に入る前の2019年の6月にあのイスラエルとパレスチナに行ったんですね。はいえー、その時にあのパレスチナのラマラというところに行きましてええそこの難民キャンプで誰か<え>の人たちがどういう支援をしているのかということを見せてい いただいたんです。やはりその戦争の影響で、そのパレスチナの人たちが未だ難民の状態でいると。で話だけ聞いていると本当にテントの中で暮らしているのかというのうイメージはお持ちかとも思うんですけれども、ねうん、あの本当にその限られたエリア、えー、そこの中でしか暮らしができない。えー、でも暮らしは普通にしているんですね。えー、でこのお写真がそのキャンプのお写真ってことですよね。はい、あのそのキャンプに行った時の事務所、えー、向かって左は事務所。 その写真なんですね、ええ、でそこの,あの前に私いるんですが眼鏡かけてそのお隣の,あ、ね、あの黄色いあのお洋服を着た方それからその後ろの方が JICA の方なんですけれども、うん、あの特に女性が支援に入りまして、はい、であのイスラムのイスラム教といいますかアラブ世界ではやはりあの女性の方の地位の方が低い見られて、ええ、であの自由もあまりないっていうような状況なんですが、うん、その女性たちがやはりいろいろな ま勉強するとか暮らしの面でもより良い暮らしができるようにその日々の暮らしをどうサポートできるかという形で支援に入るということなんですね。うん、ですから例えばなんですが今あの限られたエリアで暮らしているという話をしました。その中でパレスチナに住んでいる人たちは難民として外には出られない。でもこの中だけで暮らしているのであの非常にこう血縁関係も濃くなってい。 で人口もどん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 当初から増えていっているんですね。そうすると何が起こるかと言いますと、まあ、残念なことにこう障害を持った方の割合が増えてくるというようなこともあるんです。うんはい、で、じゃあ何ができるか支援って言ったときに、そのもし障害がある方がいたらそこでこうリハビリとか。 あのそれか訓練ができるような施設を作るとかあとその限られた中でしか生活ができない人が毎日の暮らしの中であのホッとできる空間を作るとかそんなお手伝いをしてるんですね。次の写真行っていただけますか この街の風景ですつまりテントが張り巡らされているわけではなくて普通に建物が建っているんですねうん、うん、でも最初建てた建物からどんどん家族が増えていったりしているわけですからこう上にどんどんちょっとあの真ん中の辺り張ね投げ姉みたいなのが出ているのがありますけれどもどんどん継ぎ足すような形で住宅も増やして暮らしていますそうするとあの外に出られないということでやはりストレスもたまるわけなんですよね。だからあの住んでいる人たち 外に出てみんなでお話をしたりお茶を飲んだりゲームをしたりというようなそんな場所の整備ということもこの日本の支援で行われているということなんです。ここにあの池山さん、うんはい、気がた あのアラファト議長のあの肖像画が絵が描かれてますよね。アラファト議長という方は前の議長の方なんですよね。はい、で、あの、ただ、本当にあの市民の人たちに。愛されたリーダーだったので、やはりその方をこうモニュメントという形にして。はい、そこにこう人々がこう集まってくるという、そういう場所になっているんです。えー、はい。 でこうやってねやっぱりこうパレスチナの難民の人たちがあの苦しいあの、まあ、生活を例えばしているとなると、ええ、当然、周りの他の人たちもこれはそれに怒って、うん、なんでこんなことになってるんだって言ってテロを起こしたりということが起きやすいわけですよね、はい、で中東情勢が不安になるとすぐに石油の値段が上がるんですよ。はい そういうふうにつながっているんですね中東で何かあるとすぐ石油の値段が上がって私たちの生活に大きな影響が出てしまうということもあり少しでもやっぱり中東が平和であってほしいそのために日本は日本でできることがあるんじゃないかっててこういう支援をしているわけですよねいやもう支援の形って本当にいろんな形があるんだなと思いました ODA が果たす役割の大きさが分かったと同時にそんなに重要だからこそ どういう形で支援をするかというのが本当に大切だと思ったんですけれども池上さんはどののようにお考えですかあ,あのねこれ2000年に、ね、ラオスに行ったときにこう知ったんですけどなんとなくそれまでねあの政府開発援助って困っている人がいるとか貧しいから、はい、なんか日本が援助してあげようなんか作ってあげようということをやってるんだと思ったんですね。はい、で確かにその部分もあるんですけど それだだけでではなないいんんとうことなんですねつまり現地の人たちが自分たちで自立して生活できるようにするために実は日本がお手伝いをしているというところがあるということを知ったんですね。はいはい、それがこれ、まあ、日本の支援によって作られた学校なんですけどね。<ー>あの 私が、ね、2000年にラオスに行った時に、まあ、これもあの実はあのベトナム戦争の取材で行ったらたまたまそこでジャイカの人がいて、うん、でジャイカの人がですねジャイカの活動を見,あの見に行きませんかと言われて、うん、ああでそれでこうあのラオスの中のいわゆる山岳地帯ですよね、はい、少数の山岳民族の人たちが住んでいるところに連れてってもらったんですね。ね、えー そしたらそこで JICA の人がですね行くと当然地元の人たちはあ日本が来てくれたんだ何か日本が援助してくれてるんだって街の姿勢で待ってるわけですよへえ<ー>そしたらねいやいやそうじゃない君たち今一番大事なことは何かみんなで話し合ってくださいって言うんですね、うん、でそこであれ日本がすぐ援助してくれるんじゃないんだなんしょうがないなじゃあ自分たち一番必要なのは何かって自分たちで考えたらあ学校が必要だ 自分たちで学校を作ることが必要なんだと言って自分たちで学校を作り,作り始めようとするんですよ。<ー>そこで初めて日本が支援をするわけですよね。なるほど。そうやって学校ができるつまりもう日本側から例えば学校が必要でしょって作ってあげるのではなく現地の人たちが学校が必要だって思ったから学校ができるとですねここから先例えば壊れても自分たちで直そうとするんですね。は<ー>つまり 自分たちで生活を自立していくんだその気づきを与えるということも実は日本の支援になるのかな日本は何もかも建ててあげますよお金をあげますよではなく自分たちが必要なものは何か自分たちで自立できるようなお手伝いをしましょうあこれが日本の援助の形なんだって思いましたね。 まあここまでお話ししてきました ODA、実は今年の6月、8年ぶりに開発協力大綱が改定されたんですよね、これからの国際協力の在り方について、新たに指針が示されたということだと思うんですが、ちょっとお2人からこちらについて、教えていただけますか難しそうですね、ちょっと見るだけだと。<laughs> ですから、ちょっともうちょっと優しくと言いますか、分かりやすくと言いますか。<laughs> うん、やっぱり いいろいろねあの一つ目のところは今私たちが抱えている問題について書いてありますすよよねね、うん、そうですよ、ね、気候変動って書いてありますが要するに温暖化対策ということですよね。日本ももちろん温暖化対策いろいろ取り組んでますけどやっぱり海外だと本当にこう二酸化炭素を大量に出している国がいろいろあるそういう時に日本が技術援助をすることによって二酸化炭素をまあ なるべく出さないようにするという産業構造をまあ支援していくということもありますし、うんはい、やっぱり新型コロナが出たときにわこれは本当に大変だなと思ったよね、うんうん、そうですねだからあの最初にこうニュースを聞いたときにここまで世界に広まるとは誰も思っていなかったのではないかというふうなことも感じたりするんですよね。うん、そういうい意味ではは国境は ね、あのウイルスには国境はないというも言えますし、はい、あのそれぞれの国でやはり保健、ね、衛生面であるとか日本人はマスクを、ね、つけるのが慣れているから今も、ね、マスクつけていらっしゃる方いらっしゃいますけれどもそんなに苦じゃなくそういった対策ができましたがそれに対して非常にこう抵抗感を持つあの人たちもいたわけで,うん、うん、でそういうことも含めてやはり基本的に何が大事でどういう行動をすることが必要なのか。で特ににに一つ目に法の支配に基づく 自由で開かれたのでちょっと難しく書いてありますけれどもこれって池上さんあの平和をこう考える時に必要なことだという意味ですよね。<laughs> いや本当にそうですよねこう法の支配つまりちゃんと法律を守りましょう法律を守ってない国があったりするわけですよね、うん、やっぱり独裁者がいたりするとやっぱりそれぞれの人たちにとって決していいことではない。 あるいはそれがさまざまな紛争を引き起こしかねないわけですからやっぱり、えー、国際秩序を守りながら維持しながら、えーこうまあ、平和を守るそのために少しでも日本が、えー、お手伝いできることがあるんじゃないかそれが結局は日本にとっても国益になるということですよね。うん 2つ目に国際社会の,平和,の平和と繁栄と日本の国益の双方の実現を目指すて今までお話ししてきたことですよね。それからさらに実施面、つまりじゃあ実際にどうするかということで日本の強みを生かした協力メニューを提案する。 オファー型協力って、うん、どういうことですか。<laughs> なんか難しい言葉使ってますけど、ね。でも、これは先ほど池上さんがね、あの学校の話も、あのなさってましたけれども。現地で何が必要なのか、ということを、あの。 考えてで現地の人たちと協力しながら現地の人たちにいろいろな行動を、まあ、起こしてもらうといいますかそういうことでこう暮らしもよくしていくというようなことなんでしょうか。ですよね、それから日本の強みを生かしたというとさっきの母子手帳なんかそうですよね。うん うんうん、まさに日本もあの終戦直後って乳児死亡率が非常に高かったわけですよね、はい、それが母子手帳で母親と子どもの健康を、まあえー、守っていくということによってだんだんあの乳幼児の死亡率が下がってきた、うん、これを、まあ、の海外でも導入したらどうですかというのが結局は日本の強みを生かしたということになるし、うん、こうやって世界に何が支援ができるかなって考えることで 日本の強みを実は自覚するってことになりますねうそううですね。うん、もう今日は ODA って何なんなど何をしてるんだろうそしてなぜそんなことをしてるんだろうというところから始まって事例などいろいろご紹介をいただきました ODA のことを皆さんも少し身近に感じていただけたかと思いますお二人から最後にまとめの一言をお願いいたしますどうぞ いつもね池ケさんは私に先に振るんだですで自分がその間に考えるんですずるいんですよ <laughs> はいその通りでございますいやいやいやレディーファーストですよ、はい、ね優しいですね <laughs> まあそんな話はさておきですねやっぱりこう ODA にいくら使われるという金額だけ聞いたときに私もえそあの他の国にこれだけお金を使うのであれば、うん、日本のためにもっと使ってくれないのかしらって思うことがあるんです、うん、でもこの ODA という活動をすることによって それがひいては外交関係にまで発展をして要するに他の国との関係が良くなるつまり日本が困った時に先ほども話にありましたけれども日本の味方になってくれる国がたくさん増えてくるでもそれは単にその例えばお金を渡すとか上から目線で技術を渡すということではなくて相手が今何が必要なのかそして私たちは何ができるのかというところのスタンスに立って一緒に何かに取り組む。 むっていうそれは私たちににとととっても返っててもくることになるこな思うんです,よ、ね、ですから、そういう視点で ODA の活動というのを見守っていってほしいなと思いますしそれから何かおかしいなと思ったこと時にはやはり今、声を上げる方法もいろいろありますのでそういうことも提案していっていただけたらなと思っています。 今、須、はい、田さん、ありがとうございます。池上さんは、今日、いかがでしたでしょうか。はい、あの、今、あの、増田さんから、もありましたけどね。お,お金をあげますよ、っていうことではなく、日本ってね、実は。 お,あのお金を貸してあげますよというやり方のほうが実は多いんですね、うんまあ、ほとんど利子は取らない利子はわずかだけど必ず返してくださいねっていうことをやってるんですね、えー、これね例えば欧米からするとなんでそんなことするんだとお金をあげりゃいいじゃないかってこう言うんですけど、うん、日本はね日本の経験があるわけですよ、はい、つまり例えばあの東海道新幹線だとか東名名神それから黒部第四ダムって世界銀行からお金を借りて 作ったわけですよね、うん、借りたから必ず返さなければいけない、はい、だから日本はねより一生懸命頑張ったってところがあるんですね、えー、つまりお金をあげますよっていうと結局使い切っておしまいってことになりかねないんですよ、はい、お金を返してくださいねっていうとじゃあそのために頑張ろうっていうことに結局なってくるということなんですね、うん、で特に東南アジア各国に日本がお金を貸した分どんどんお金が戻ってきてるんですよ、うん ちゃんとお金が回収されてるんですよね,ね<ー>そして東南アジアのインフラが整備されたことによって今東南アジアの諸国がどんどん経済が発展しそして今大勢の人がインバウンドで日本に観光旅行に来てるじゃないですか本当ですね,ねあの中国からの人は今あんまり回復してませんけど東南アジアのいろんなところから大勢の人たちが来てますよねこれはやっぱり日本のインフラ整備支援によってあの国が発展したから。 その結果、その人たちが今日本にお金をまあ使ってくれてるってことになってくるのかなって思うんですね。いや、そうですね。ねでほら、日本に昔からある有名な言葉があるじゃないですか。情けは人のためならずって言いたかったですね。それ,すそれです、それです。さすがナスナさん。さすがです。で、これもね、こう若い人が結構勘違いしてるんだよね。うんうん、情けは人のためならずってね、その人に情けをかけてしまってはその人のためにならない。うん、だから情けをかけるべきではない。 っていう言葉だと勘違いしてる人がいるんですけど、はい、そうじゃないんだよね。うん、これね、情けをかけると結局その人がまあ、えー、発展したり成長したり、それがぐるぐる回ってぐるっと回って結局は日本のためにもなりますよというのが本来の情けは人のためならずっていうこと。まさに ODA っていうのはこう。 結局は日本のためにもなる情けは人のためならずということを国を挙げて取り組んでいることなんだなって思います、ね、なるほど。さあそれでは以上でグローバルフェスタジャパン特別授業国際社会の中で見つけた ODA をわかりやすく解説を終了とさせていただきます。改めまして池上彰さん、増田ユリアさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。大きな拍手でお送りください。